ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、千葉市がなぜ世界一長い、懸垂型モノレールを作ったかについて、解説していくよ。東京都の隣にある千葉県の県庁所在地である千葉市を中心に走行しているから、一度は目に入ったことがあるって、人が多そうだよね。遥か高いところを、特徴的な車両が走っているからな。世界一の懸垂式ってのも気になるね。構想や建設当時の千葉市の交通事情や構想検討など、様々な角度から解説していくので、ぜひ最後まで見ていってください。それじゃあ一緒に見ていきましょう。まずはじめに、千葉都市モノレールがどんな鉄道会社なのか解説していくよ。千葉都市モノレールは、千葉港駅から県庁前駅を結ぶ1号線と、千葉駅から千代台駅を結ぶ2号線の2路線を持っていて、全区間の路線長としては 15.2 キロなんだ。JR 千葉駅を利用した時にあまり見慣れない電車のようなものが頭上を走ってたけど、なんか変な走り方していたような気がする。線路にぶら下がっていたような。それが千葉都市モノレールだ。懸垂式といわれる走行方式で、後ほど詳しく説明するよ。千葉市内の主要地域を結んでいることから、市民の重要な交通手段となっているんだ。運行形態はどんな感じなのかな。千葉港駅から県庁前を結ぶ1号線は日中で1時間に4本、県庁前から千代台を結ぶ2号線は日中で1時間に5本と、それぞれの線でダイヤ設定が異なっているんだ。需要も考慮されて決まったんだろうね。千葉都市モノレールの車両については、1988年の開業当初から1999年まで製造された1000系と、2012年度より運用を開始している0系があるんだ。黒色を基調としていてかっこいいデザインだね。このアーバンフライヤー号の先頭車両には工夫がこなされていて、足元がガラス張りになっているんだ。つまり、下の景色が見えるってこと？そうなんだよ。先頭車の足元にガラス窓を採用した理由は、千葉市内を空中散歩する感覚を目指して遊び心を大事にした設計にしたからじゃないかな。すごく楽しそうな発想なんだけど、高所恐怖症な人にはとてもじゃないけど無理だね。ところで、千葉都市モノレールは地元自治体の千葉市が運営しているの？千葉都市モノレールは第三セクターと言われる運営形態をとっていて、千葉市が直接運営しているわけじゃないんだぜ。第三セクター？どういった運営形態なのかな？第三セクターとは、共同出資によって設立された企業のことで、国や地方公共団体を第一セクター、民間企業を第二セクターと言い、千葉都市モノレールは千葉市や千葉県付近の民間企業より出資してもらって設立された鉄道会社なんだ。鉄道会社を設立して開業するのは莫大な資金が必要だもんね。実は線路や支柱は千葉都市モノレール株式会社がお金を出して建設したものじゃないんだぜ。線路や支柱は先ほど紹介した自治体や民間企業の出資金から建設及び修繕費用を賄うんだ。そうなんだね。じゃあ千葉都市モノレールの会社自身は具体的に何をするの？千葉都市モノレール株式会社自体は、モノレール車両や駅の運用、および企画運営などだ。ざっくり言うと、モノレールの走る線路や駅舎構造は自治体や企業で用意するから、モノレールの運用は会社自身で頑張ってね、というイメージかな。なんとなくイメージできたよ。千葉都市モノレールはどういった理由で必要と判断されたんだろう？これについては次に解説するぜ。続いては千葉都市モノレールが開業に至った経緯について解説していくよ。千葉市を中心とする千葉都市圏では、1960年代の高度経済成長期に人口や自動車が急増して交通事情が悪化したんだ。千葉市の中心市街地へ移動する人が急に多くなったんだね。もちろん公共交通であるバスも走っていたんだが、旅客の積み残しが多く、渋滞もひどいことから定時運行が不可能となり、新たな公共交通機能の導入が急務だったんだ。バスに乗って千葉市の中心市街地に行こうとしても満員だったら嫌だね。そこで千葉市は交通事情を改善すべく、1976年に都市モノレールを導入するマスタープランを検討したんだ。新たな公共交通機関の検討でモノレールが選ばれたんだね。地下鉄とか他にも候補はなかったの？おそらく検討はされたと思うんだが、モノレール建設の利点が勝ったんじゃないかな。そんな利点があるんだね。例えばどんな利点があるのかな？最初の利点は、線路が宙に浮いていて、支柱が線路を支えているから、周辺道路への影響があまりないことが挙げられるよ。確かに、建設するのに周辺道路を長い間通行止めにするわけにはいかないしね。二つ目の利点として、モノレールが走行しても、車輪がゴムタイヤのため、鉄道車輪の鉄輪と比較して騒音があまり発生しないんだ。これは中心市街地を走行するから千葉市があまり騒音の発生しないシステムを導入したかったという思いがあったんじゃないかな。
鉄輪だったらカーブの時とか金属の擦れる音が響くもんね。また、懸垂式のモノレールはカーブを高速走行できるといった特徴もあるんだ。計画しているモノレールの路線にカーブが多くても、あまり減速せずに走行できるのは運用上においてもメリットだね。三つ目は先ほども話したが、都市機能の改善が急務だったため、建設工期が比較的短いモノレールを選定したんじゃないかな。モノレールの建設って大掛かりなイメージ、工期ってそんなに短くできるの？建設方法が普通の鉄道とは違うから、工期を短くできる可能性があるってことだよ。普通の鉄道路線を建設しようとすると、現場で線路とか駅など工事するだろ。モノレールは鉄道とは違って、支柱は工場で製作して据え付けるイメージなんだ。また、モノレールの線路も工場で製作するから、大型クレーンで支柱に線路をかけるイメージだよ。なるほど、線路や支柱を製作するにあたって、交通規制など考慮せずに、どんどん製作できるってことだね。モノレール建設にあたってのこれらの利点から、千葉市の新たな新交通システムの候補として、モノレールが選定されたんじゃないかな。工期も短くできるし、騒音もあまり発生しないし、モノレールを導入しようってなるね。こうして、マスタープラン策定後の3年後に、千葉都市モノレール株式会社が設立されて、昭和63年の1988年に一期開業として、スポーツセンターから千代代官が、1991年には千葉からスポーツセンター館が開業し、現在の2号線が完成したんだ。さらに1995年には千葉港から千葉館、1999年に千葉から県庁前館が開業し、現在の路線に至るよ。確かに一期開業から10年ちょっとで、今の路線に至るって工期が早く感じるね。千葉都市モノレールが開業してから、道路交通の混雑緩和や、自動車交通量の無秩序な増加の抑制など、沿道環境の改善に貢献し、モノレール沿線での市街地形成など、都市としても魅力を向上させたんだ。現在では1日あたり約 4.5 万人の乗降客数を誇っていて、令和3年には累計乗車人員が5億人を突破し、今後もさらなる発展が期待されるよ。モノレールって乗っているだけでワクワクするもんね。ところでマリサよ、国内のモノレールでも2種類ある気がするけど、もしかして小座式と懸垂式のことか？ちょうど次に説明しようと思っていたんだ。そうなの、早く聞かせて。先ほど国内のモノレールには小座式と懸垂式があるって言ったけど、千葉都市モノレールは懸垂式と呼ばれる走行方法なんだ。懸垂式って聞いてイメージなんだけど、文字通りぶら下がるイメージなのかな？その認識で合っているよ。懸垂式はモノレール車両が線路にぶら下がっているんだ。対して小座式というのは線路にまたがるイメージでいいと思うぜ。モノレールに2つの走行方式があるのは分かったよ。日本国内にモノレールってそんなにあったっけ？日本国内にはモノレールが全部で8社あるんだ。小座式のモノレールの例として、東京モノレールや大阪モノレール、懸垂式のモノレールの例として、湘南モノレールや千葉都市モノレール、テーマパークが好きな人だったら、ディズニーリゾートラインも、見たことがあるんじゃないかな？エリアの周りを走行しているモノレールよね。車内がすごく夢の国って感じだよね。今では国内に8社のモノレールがあるけど、モノレールは新交通システムと言われることもあるくらいだから、最近建設されたものなのかな？そうでもないんだぜ。モノレールは新交通システムと言われるから、みんな最近できた乗り物のように感じるが、日本国内でも歴史は意外と古くて、最初に建設されたモノレールは、1951年に東京都の豊島園内に約200メートルの演習路線を運行される遊具で、これは懸垂式のモノレールだったんだ。最初は遊具として建設されたんだね。その後、東京都交通局により上野動物園内に懸垂型のモノレールが、路面電車に代わる都市型交通手段の実験線として建設されたんだ。上野動物園内のモノレールについては、老朽化により令和元年11月に運行を休止してしまったんだぜ。上野公園の東園と西園をつなぐ路線よね。一瞬で終点に着いた覚えがあるな。その後、日本で最初に本格的公共交通機関として建設されたのは東京モノレールで、東京オリンピック開会直前の1964年10月に、浜松町から羽田空港までの間で運行を始めたんだ。そこからモノレールが国内でも次々に建設され始めたんだね。千葉都市モノレールで採用されている懸垂式のモノレールを見ると、地面に落っこちてしまいそうだけど、大丈夫なのかな？初めて懸垂式のモノレールを見た人はおそらく落っこちないのかなと思うだろうな。今までは懸垂式と紹介してきたが、正式には懸垂式の中でもサフェージュ式と言うんだよ。
このサペイジュ式なんだが、国内では、千葉都市モノレールと神奈川県の湘南モノレールのみで、モノレールの車両は線路にぶら下がって走行しているだけなんだよ。ぶら下がって走行している。霊夢は幼い時に公園でジップラインを体験したことがあるか？ああ、あのぶら下がってロープを伝いながら移動する遊具だよね。ターザンロープとも言われているんだが、大雑把に言うとロープが線路で、ぶら下がるところがモノレールのイメージだ。なるほど、じゃあ確かに落ちないね。遊具の説明は例えなんだが、モノレールの線路に工夫を凝らしているんだ。サペイジュ式のモノレールの線路は、構成箱の筒状のものを仮面中央部だけ開けて、その箱の中にモノレールへ電気を送る電車線や走行に必要なタイヤなどが、格納されているんだ。線路が構成の箱状なんだね。だから千葉都市モノレールのタイヤは、普段隠れて見ることができないんだね。サペイジュ式モノレールの走行する箇所は、箱内ということもあって、大雨でも積雪でも走行面には影響がないから天候に左右されることがあまりないんだ。普通の鉄道だったら大雨や積雪の時は徐行や運転見合わせを行ったりするから、ダイヤの確実性という意味では心強いね。対して東京モノレールや大阪モノレールで採用されている小座式は、線路である軌道桁にまたがって走行しているんだ。これも落っこちてしまうのでは？と思う人がいると思うんだけど。軌道桁の上面及び両側面からゴムタイヤでガッチリ掴んでいるから落ちないんだ。そうなんだ。線路である軌道桁をそれだけガッチリ掴んでいるなら安心だね。ただ、軌道桁の上面を走行するため、積雪の影響は多少なりともあるんだよ。天候に左右されにくいという面では、サペイジュ式のメリットがあるんだね。ところで千葉都市モノレールの駅ホームを見たことはあるか？いや、見たことはないよ。外から千葉都市モノレールを見ただけなんだ。なんか特徴があるのかな？懸垂式ならではの駅構造なんだよ。普通の鉄道だと車両の下に線路があるから、ホームから乗降客が乗り降りするのを考えると、線路より乗降するホームの高さをある程度高くしないといけないだろ？そりゃそうだよね。線路と同じ高さだったら乗り降りできないもん。しかし、千葉都市モノレールは線路が車両の上面にあるから、乗降口のあるホームの高さと車両が走る部分の床面の高さの差があまりないという違和感を覚える構造になっているんだ。確かに、写真で見たら普段の鉄道とは違って違和感があるね。これだったらホームから飛び出して転落しても怪我しないね。わざと飛び出すのは良くないぞ。こういった構造のため、確かにホームからの転落事故発生件数は少ないな。しかしながら段差はあまりないものの、千葉駅では2019年8月に安全面から可動式ホーム柵の設置が完了したんだ。千葉駅は利用客が多いから、設置されてホーム上の安全もより確保されるね。懸垂式といえば、さっき湘南モノレールも同じサペイジュ式って言ってたけど、駅構造も似ているの？そうなんだよ。千葉都市モノレールと同様で、乗降口のあるホームの高さと、車両が走行停止する部分の床面の高さの差があまりない駅構造となっているんだ。そうなんだ。そういえば千葉都市モノレールは、懸垂式モノレールのギネス記録に認定されたと聞いたことがあるんだけど、それって本当なの？よく知っているな。ギネス記録については次に解説するぜ。千葉都市モノレールのギネス記録って何が世界一なの？それはズバリ、路線長だよ。最初にも紹介したが、千葉都市モノレールの路線長は 15.2 キロなんだ。なんか路線長の数字だけ聞くとそんなに長い距離ではないように感じるね。東京モノレールや大阪モノレールの方が路線長は長いように思えるけど、モノレールのくくりで言えば、国内では大阪モノレールの路線長が一番長くて28キロなんだ。だけど懸垂式のモノレールのくくりで言えば、15.2 キロの千葉都市モノレールが世界最長になるんだよ。国内で他の懸垂式のモノレールは千葉都市モノレールより短いの？そうだな、湘南モノレールの路線長は 6.6 キロなんだ。広島県広島市を走る通称オスカイレールという路線では、ロープ駆動懸垂式という懸垂式モノレールの一種が採用されているけど、スカイレールの路線長はわずか 1.3 キロだ。だから国内の懸垂式モノレールの中では、千葉都市モノレールの路線長が文句なしで一番なんだ。懸垂式が3社だけだからね。ギネス記録ってことは世界で比べても1位ってこと？そもそも日本以外に懸垂式のモノレールが他国であるのかな？日本以外にも懸垂式のモノレールがあるんだ。ドイツのブッパタール市に懸垂式のモノレールが運行していて、ブッパタール市のモノレールは1995年8月まで世界一の路線長だったんだ。ドイツに懸垂式のモノレールがあるんだね。ちなみにブッパタール市のモノレールの路線長は 13.3 キロなんだ。あれ？なんで1995年に千葉都市モノレールが世界一になったのかな？千葉都市モノレールが延伸を繰り返したからなんだ。1995年8月に千葉から千葉港間を開業して路線長が 13.5 キロになったんだ。
思い出した、延伸を繰り返したんだね。路線長のギネス記録を取ってやる、という対抗心があったのかな？真意はわからないが、当初計画していた路線の構想を実現したら、結果的にギネス記録を樹立したんじゃないかな。構想当初から世界一の路線長になる計画があったってことなんだね。千葉都市モノレールはかつて延伸の計画もあったんだ。モノレール県庁駅前から先に伸びるルートと、途中駅である穴川から先に伸びるルートの二つがあったんだが、路線を伸ばしても需要が見込めないと判断したため延伸計画の中止を決定したんだ。ぶっちぎりの世界一になるかもしれなかったんだね。当初は需要を課題に評価して延伸したら需要を見込めると判断したものの、採算性を手堅く見積もって計算し直すと事業として成立しないと判断したそうだ。この判断は2019年に決定されていて、コロナ禍に見舞われる前であることを考慮すると、賢い判断だったんじゃないかな。確かに、路線を伸ばしても人が乗らないんじゃ、会社としては苦しいよね。当初計画していた延伸ルートについては、バスなどで改善を図るそうだよ。この判断が市民にとっても会社にとっても、いい方向に動くといいね。いかがだったかな？今回は、千葉市がなぜ世界一長い、懸垂型モノレールを作ったかについて、解説したよ。昔の設立背景から解説を聞いたら、ギネス記録を樹立したことが納得できたね。サベージュ式という車両や線路構造も、技術的に考えられててすごかったよな。先頭車のガラス張りの箇所に今度乗ってみようかな。視聴者の皆様も千葉都市モノレールのギネス記録についてまつわるエピソードがあれば教えてほしいな。皆さんは何か印象に残っている話題とかあったかな？あったらコメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは鉄道に関する話題を解説形式でわかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録高評価が励みになります。それじゃあご視聴ありがとうございました。